こんにちは、りょうです。それでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれですね。話題の2つ。トレーサーズオールカントリーと楽天証券の投資積み立て、クレカ還元率改定について解説。こういうテーマで話をしていきたいと思います。タイトルからなんとも長いって言ってね。今日の話題ですね。皆さんの資産運用に関係しそうな2つのニュースが飛び込んできました。1つ目は、新しい投資信託の運用開始に関するニュースです。 その名もトレーサーズ MSCI オールカントリーインデックス全世界株式っていうね。もう相変わらずこの手のやつは名前が長くて嫌になりますね。で、この投資信託何がすごいのかっていうとコストの安さです。この全世界株ファンドはこのチャンネルでお勧すすめし続けてきている EMAXI SLIM 全世界株式オールカントリーよりも信託報酬が低いです。そのため、お乗り換えかっていった感じでインデックス投資家の話題となっているわけですね。 そして二つ目のニュースは、楽天証券の投資に積み立て、クレカ還元率改定についてです。 現在楽天証券でクレジットカードを使って投資信託の積立をすると積立額に対して0.2%の楽天ポイントが付与されます。それが0.5%から1%に強化されることになったんですね。SBI 証券やマネックス証券など他社の証券会社と比べてどうなのか改めて比較する必要が生まれたわけです。どの証券会社を使うか、どの投資信託を買うか、これは皆さんの資産運用にとってクリティカルな話題です。 つまり、とっても大切な話題だってことです。ぜひ今日の動画で最新事情を押さえてもらえたらなと思います。それでは、オンラインに入りましょう。トレーサーズオールカントリーについて、まずこれですね。日光アセットマネジメントが4月26日からネット販売専用の新しい投資信託の運用を開始します。名前は先ほどお伝えした、あの呪文のように長いやつですね。もう一度お伝えしておきましょう。正式名称は、トレーサーズ MSCI オールカントリーインデックス全世界株式です。 ちなみに SNS ではすでに略称としてトレカンって呼ばれているようなので、この動画でも以後トレカンって呼びたいと思います。まあ商品のニックネームみたいなもんですね。発売のタイミングでは SBI 証券でだけ購入できます。初心者さんのために基本を復習しながら解説していきます。一つ目、インデックスとは、二つ目、MSCI とは、この順番ですね。まず一つ目、インデックスとは、散々聞いてきてる方も多いと思うんですけど、投資の世界にはざっくり2種類のファンドがあります。 一つ目がインデックスファンド。これは日経平均株価や S&P500 など指数、つまりインデックスへの連動を目指したファンドですね。何か指標とするものに連動して動くファンドってことですね。まあ近所のスーパーの野菜の平均価格に連動する指数とか、お肉屋さんの価格に連動する指数とか、まあ指数っていうのはそんな感じって覚えておいてもらったら大丈夫です。それからインデックスファンドの他にもう一つがアクティブファンドです。このアクティブファンドの目的は指数、つまりインデックスを上回る成績を目指したファンドです。 インデックスファンドを上回る成績を目指したファンドなんだから、一見アクティブファンドの方が儲かりそうに見えるんですけど、長期的には7割から9割のアクティブファンドがインデックスファンドに負ける。そしてインデックス投資の方が再現性が高く万人向けっていうのは今まで何度も何度もお伝えしてきた通りです。初心者であろうが上級者であろうが、基本的にはインデックス投資がおすすめです。そして今回新たに運用を開始されるトレカンはインデックスファンドです。 さて、インデックスファンドといえど、その中には、いいものもあれば、悪いものもあります。その差を分ける要因は何かそれは、コストと投資範囲です。基本的には、コストは安ければ安いほど良く、投資範囲は広ければ広いほど良い。こういうことですね。そして、今回紹介するトレカンの信託報酬、つまりファンド運営にかかるコストは、驚愕の0.05775%です。もう、これはぶっちぎりの最安コストですね。コスト最安級ライバルファンドの約半分の水準です。 なので、投資家界隈で話題にならないわけがないですね。このコストを見て、ひっくり返った投資家は少なくなかったと思います。それだけ本当に安いコストなんですね。ただ、実は裏もあるんですけどね。詳細は後ほど解説します。そして、基本二つ目、MSCI とは、 では、このトレカンの投資範囲はどうなっているのかインデックスファンドの投資範囲は何の指数に連動するかで決まります。アメリカの株に連動するのか、世界全体の株に連動するのか、そんな感じですね。この指数は本当に世の中にたくさんあるんですね。そしてそれぞれに名前がついています。有名なのが日経平均株価とか、日経トピックスとか、S&P500 とか、d a っていったやつですね。では、トレカンは一体どんな指数に連動するのか正解は MSCI、オールカントリーワールドインデックスです。 そもそも MSCI って何なのっていうと、モルガン・スタンレイ・キャピタル・インターナショナル社の略ですね。この会社が作成、公表している指数、MSCI 指数は非常に有名ですね。なので MSCI 社が作ったオール・カントリー・ワールド・インデックス、世界中の株価の平均価格、みたいな感じでしょうか。 で、この MSCI 指数は多くの機関投資家、そして多くの投資信託のベンチマークとして採用されています。だから、いろんな会社が全世界株ファンドっていっぱい作ってるわけですね。楽天証券とか SBI 証券とか、まあ、いろんな会社が全世界株ファンドってありますけど、どの指数に連動してるのかっていうのが大事なんですね。で、連動してる指数が一緒だったら、もう結局中身は一緒ですね。お弁当のパッケージだけ違うよ、みたいな感じですね。作ってるところは全部一緒っていう感じです。 ちょっとややこしいですかね。ま、あでもそんなもんなんだ。ふーんぐらいで今日は聞いてもらえたら大丈夫です。まあ、インデックスっていうのはとにかく何かの指数に連動して動くんだと。で、その指数っていうのはいっぱいあるんだと。で、その有名な指数をたくさん作ってるのがこの MSCI だよ。そのぐらいで OK です。日本中どこを歩いても見かけるのがコンビニですが、投資の世界のどこを歩いても見かけるのが MSCI 指数ですね。右を見ても MSCI、左を見ても MSCI、空を見上げても MSCI 指数です。 そして、この MSCI が作った指数の一つが ACWI です。この指数は、オールカントリーワールドインデックスの頭文字を取ったもので、日本では悪意なんて呼ばれることもあります。2023年4月末時点で、悪意はこんな指数になっています。投資対象になっている国は、先進国23カ国と新興国24カ国の計47カ国。投資銘柄数は、上記の国に上場する約2900銘柄。 株式市場の時価総額のうち85%をカバー。このお弁当パック1個買うだけで世界中のおかず85%詰め合わせパックみたいな感じでしょうか。そういう指数ですね。そして冒頭で紹介したトレカンはこの指数への連動を目指します。 つまり、トレカンに投資するってことは、全世界の株式会社に投資するってことになるんですね。全世界の会社詰め合わせパックだと思ってください。ちなみに今まで紹介してきた Emaxis Slim、全世界株式、オールカントリーもこの指数に連動しています。だから中身は一緒なんですね。先ほど e ンデックスファンドというのはコストが低く投資範囲が広いものだって説明しました。その点、トレカンはこの2つの条件をバッチリ満たしているわけです。 しかも我らがオルカンの信託報酬よりもコストが安いとなると、全世界株式の投資家たちを、さあみんなトレカンに乗り換えようっていう掛け声が出てくるのも当然ですね。だって中身一緒ですからね。安い方がいいですよね。さて、ここからが本題です。全世界株式に投資している人たちはトレカンに乗り換えるべきかじらさずに結論をお伝えします。今すぐにそうする必要はない。もう一度言います。今すぐにそうする必要はない。理由はこの二つです。 理由一つ目、本当にコスト最安かわからない。理由二つ目、税金。順番に解説します。理由一つ目、本当にコスト最安かわからない。インデックスファンドの運用コストには内訳があります。信託報酬とその他の費用ですね。信託報酬はファンド運用のための基本的なコストです。一方、その他の費用はその言葉通り、その他の費用です。信託報酬がマリオだとしたら、その他の費用はキノピオのようなものです。つまり、その他の費用はおまけなわけです。 ね。こう言うとね、キノピオ業界の皆さんすいません。キノピオだって可愛いじゃないかみたいなね。まあそういう声はあると思うんですけどね。クレームは受け付けます。そして今回、トレカンにはちょっとした落とし穴があります。それは、他社のファンドが信託報酬に含めているコストを、トレカンでは信託報酬に含めていないってことです。どういうことか 先ほどお伝えした通り、オルカンやトレカンは MSCI、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社が作った指数を使ってファンドを作っています。これは他人の旗を掲げて仕事をしているようなもんです。もし今が戦国時代だとして、僕がライオンの旗を掲げて進軍するよりも、徳川家の旗を掲げて進軍した方が兵士がたくさん集まりますよね。その方が権威性があるからです。まあそれと同じような話です。この作戦の問題は、他人の旗はただでは使わせてもらえないってことです。 MSCI 社としては、あー、まあ別にうちの旗使ってもええけどな、払うもんは払ってもらおうかってことになるわけです。それが指数の表彰使用量です。この使用量を、オルカンでは信託報酬に含めているけれど、トレカンでは信託報酬に含めていない。そしてトレカンのその他の費用がどれぐらいになるかは、運用報告書が出てくるまではわからないんですね。トレカンの信託報酬多すその他の費用、つまり実質コストが本当に最安かどうかわかるのは、まだ先の話なんですね。 実際、オルカンの運用会社、三菱 UFJ 国際投資はこう言っています。弊社ファンドでは、指数の表彰使用量は信託報酬率に含めており、信託報酬水準が公正な比較対象とならないため、現時点では追随しない方針。最低水準の運用コストを目指すというのは、トータルの運用コスト、その他の費用も含めたコストを低減する努力をしていくってこと、こう言ってるんですね。 現時点では追随しない方針とのことなので、もし本当にトレカンの方が低コストになるならば、きっと追随してくれるでしょう。つまり他社の方が本当に安いんだったら、うちも値下げしますせ。でもそれ本当に安いんでっかそこを今見てる最中ってことですね。なので今焦って乗り換える必要はないっていうのが僕の意見です。そしてもう一つの要素が税金です。 皆さんがすでにオルカンに投資をしている場合の話ですね。もし運用しているオルカンに含み益が出ていた場合、そして皆さんが NISA などの非課税口座ではなくて特定口座で運用していた場合、オルカンを打った段階で売却益にリアル税金がかかります。インデックス投資の真髄は、含み益を含み益のまま育てて可能な限り税金を払わないことにあります。復利効果が高まりますからね。 もしより低コストのインデックスファンドが誕生したとしても乗り換えるかどうかは税金のことまで考慮して決める必要があるわけです。現時点においては、オルカンとトレカンの実質コストに大差があるとは思えず、焦らずにゆっくり判断しても問題ない。これが個人的見解です。結論としては、トレカンの信託報酬値下げは素晴らしい。いいぞもっとやれとはいえ、信託報酬足すその他の費用、つまり実質コストがどうなるかはまだ不明。 なので、現状はオルカンをそのままにしておけば OK。積み立て設定はそのまま、保有分もそのままですね。そして、いつどんな時もコスト最安水準を追求してくれる EMAXI SLIM シリーズは、やっぱり楽でええなって言ったところですね。トレカンの実質コストが判明したらタイムリーに共有します。安心してお待ちください。次、楽天証券の投資積み立て、クレカ還元率改定について。 次の話題です。解約が続いていた楽天経済圏ですが、揺り戻しが起きました。つまり、悪くしすぎたので、よくしたよってことですね。何がどうなったのか。楽天証券における投資積立のクレカ還元率が0.2%から0.5%から1%になりました。なお、0.2%というのは、代行手数料が年率0.4%未満のファンドの場合です。年率0.4%以上のファンドについては、還元率は1%です。 つまり今までは低コストファンドの還元率は0.2%で高コストファンドの還元率は1%だったってわけです。でもみんなが好きなのは低コストファンドですよね。いくらポイント還元が多くてもコストの高いぼったくりファンドはいりません。楽天証券側もユーザーたちのこだわりを理解したのか0.2%の還元率をカード研修によってこのように変えてきました。こちらですね。楽天カードは0.5%楽天ゴールドカードは0.75%楽天プレミアムカードは1%です。 もし皆さんが毎月5万円の投資に積み立てをした場合、ポイント還元額は楽天カード月250円年間3000円、楽天ゴールドカード月375円年間4500円、楽天プレミアムカード月500円年間6000円になりますね。毎月5万円の投資に積み立てをした場合、これだけ毎年確定でリターンを押し上げてくれるわけです。で、これを聞いて、なんだ、たった数千円の話かって思うかもしれませんが、そんなことありません。 金融の世界ではどうせ同じことをするならコストは低くポイント還元とは多い方がいいです。一度設定してしまえばその後は手間がかかりませんからね。そうやって書き集めた小さな数字が複利で大きくなるからです。お金の神は細部に宿るってわけです。さて、この還元レベルは他社と比べるとどうなのか。対抗ーはこんな感じですね。マネックス証券×マネックスカードで還元率1.1%。 SBI 証券×三井住友カード、ナンバーレスカードで還元率0.5%。SBI 証券×三井住友カード、ゴールド、ナンバーレス、還元率1%。このゴールドカードは年間100万円以上使うと翌年以降の年会費が5500円から永年無料になります。いわゆる修行と呼ばれていますね。このうち最大のライバルは SBI 証券×三井住友ゴールドカード、ナンバーレスの還元率1%でしょう。 マネックス証券は還元率が1.1%とパッと見では一番よく見えるんですけど、マネックスカードそのものの実力が地味で、マネックスポイントの稼ぎ方、使い道も他社と比べると多様性がありません。悪いものではないんですけど、最有力候補とまでは言えないでしょう。というわけで、現在業界最高レベルと思われる SBI 証券×三井住友ゴールドと、楽天証券×楽天カードノーマル。この二つを吐きそうになりながら比べてみました。吐きそうになりながらです。 ねえ皆さん、この努力しっかり聞いてくださいね。まずは SBI 証券の方から。SBI 証券でのシミュレーションはこの通り。投資するファンドはオルカン。年利5%のリターンを想定。積立額は月10万円。うち5万円はクレジットカード決済。1%還元ですね。そして残りの5万円は現金買い付け。投資マイレージは0.042%。これは保有するファンド残高に対して定期的にポイントがつくお得な制度ですね。そして受け取ったポイントは再投資です。 このシミュレーションでいくと、20年目には4106万509円となります。皆さん、せめてこの結果だけでも見といてくれたら大丈夫です。そして一方、楽天証券と比べるとこの通り、投資するファンドはオルカン、年利5%のリターンを想定、積立額は月10万円、うち5万円はクレジットカード決済、0.5%還元、そして残りの5万円は楽天キャッシュで買い付け、0.5%還元ですね。 ちなみに楽天キャッシュというのは楽天の電子マネーです。月5万円をクレジットカードチャージすると0.5%のポイント還元が受けられます。それからハッピープログラムを活用。これは投資残高が10万円とか30万円など一定水準を超えるために楽天ポイントが付与される制度ですね。そして受け取ったポイントは再投資です。このシミュレーションでいくと20年目には4087万3370円となります。もう一度比べてみましょう。SBI 証券は4106万509円。 楽天証券は40873,370円。差額187,139円で SBI 証券に軍配が上がりますね。この計算大変でした。そしてどこで差がついたのかというと、投資マイレージです。 楽天のように投資残高が一定水準を超えた時その時にだけポイントが付与される仕組みと SBI 証券のように定期的に投資残高にポイントが付与されるのでは福利のかかり方が全く違ってくるんですね。とはいえです皆さん20年間の差としてはそこまでは大きくないし楽天側でノーマルカードではなくてゴールドやプレミアムを使えば差は詰まるし楽天経済券は総合力で見ると未だに最強クラスだし15%近い還元率でふるさと納税を使えるなど楽天証券以外の 全てのサービスを考慮すると、トータルで稼げるポイントは多くなりやすいですからね。こういった点を考えると、今回の還元率改定では、やはりそれなりのメリットが生まれていますね。もともと、楽天証券での投資積み立てのクレジットカード還元率は、ノーマルでも1%でした。それが、一気に0.2%に解約されてしまったわけですね。しかし、想定以上に顧客離れが進んだのか、0.2%から0.5%に戻してきました。 内では触れないし、還元しすぎるとサービスの質が悪くなる。サービスの持続性がなくなる。こういったことを考えると、妥当なところで落としてきたっているかもしれませんね。本心を言えば、SBI 証券の投資マイレージのような投資残高に対して一定率でポイント還元するっていう制度を希望しますけどね。楽天証券も以前はこの形でした。ここについても、ぜひ少し挽回してもらえると嬉しいですね。さて、こちらをご覧ください。これですね。 これは僕の知人の楽天ポイントの獲得実績です。楽天経済圏で100万を超えるポイントを稼いだようです。こういった破壊力、総合力を持っているのが楽天経済圏です。残念な解約が続いたものの、ポイント業界王者のプライドでしょうか。ここに来て久しぶりのいい方向への改定が行われました。株で言うと、そこを売ったっていう感じなんでしょうかね。悪材料出尽くしで、この後はいいニュースが続くといいですね。 今回のニュースは、還元率改定の内容よりも、いいニュースが出たっていう事実自体にフォーカスしてもいいのかなと思います。何々経済圏の争いは、ますます熾烈になっています。PayPay ペペ経済圏か、英雄経済圏か、三井住友経済圏か、それとも楽天経済圏か、各社のサービスはいよいよ複雑化して、簡単な比較はできなくなっています。そんな状況だからこそ、100点を目指してあっちこっち行くっていうよりは、80点取れたらそれで OK っていうスタンスが、より大事になっていくのかなと思います。 僕としては、ここ最近の流れを見るに、楽天証券と SBI 証券、この2つの口座の保有が一番バランスがいいって思うようになっています。リスク分散の意味でも、ポイント効率化の意味でも、投資対象をしっかり確保するっていう意味でも、証券会社によって買えるファンドと買えないファンドがありますからね。この2つの証券口座を押さえておくと、なんだかんだいい感じになるからです。口座2つ持ちのメリットについては、詳しくはこちらをご覧ください。 金持ちスタイル、証券口座を2つ以上持つべき3つの理由とメリットデメリット。この動画ですね。それから最近ではお金を守るためにこんな話もしました。いつか必ず泣きを見る大事なお金を失う危険サイン7000。この動画ですね。お金を1つのところに集中しておいておくっていうのはお金を失う危険フラグの1つです。えぇ、ー、どっちか片方しか証券口座持ってないよっていう人は今のうちに証券口座を作っておくといいでしょう。箱ができれば何か入れようとするのが人の習性です。 楽天証券はインデックス投資、SBI 証券は高配当株投資とか、楽天証券は S&P500 ファンド、SBI 証券は全世界株ファンドみたいな感じで使い分けを考えるようになるはずです。財産を上手に管理しながら、ポイントも効率よく稼いでいきましょう。2つの証券会社の口座解説リンクはこの動画の概要欄に貼っておきます。ぜひ活用してもらえたらなと思います。まとめいきましょう。最後に今日の動画のまとめです。この動画では資産運用に関する2つのニュースについて紹介しました。 トレーサーズオールカントリーについて、楽天証券の投資積み立て、クレカ還元率改定について、この2つですね。トレーサーズオールカントリーについては、日光アセットマネジメントが4月26日から運用を開始するネット販売専用の新しい投資信託です。中身はインデックスファンドで、連動する指数は MSCI、オールカントリーワールドインデックス。これはオルカの指数と同じですね。そして信託報酬は、驚額の0.05775%。ぶっちぎりの最安です。 とはいえ、指数の表彰使用量は含まれておらず、これらのコストを含めたトータルの実質コストはまだ未知数です。今は様子見で OK だと思います。それから楽天証券の投資積み立て、クレジットカード還元率改定について、楽天証券における投資積み立て、クレジットカード決済の還元率が改定されました。この通りですね。楽天カードは0.2%から0.5%へ、楽天ゴールドカードは0.2%から0.75%へ、楽天プレミアムカードは0.2%から1%へ、っていった感じです。 ちなみにこれらは、代行手数料が年率0.4%未満のファンドの場合の還元率です。年率0.4%以上のファンドについては、還元率は1%です。毎月10万円、20年間オルカンを積み立てる。これを SBI 証券と三井住友ゴールド、それから楽天証券と楽天カード、この2つの場合で比較すると、20年後にはこうなります。SBI 証券が4106万509円、楽天証券が4087万3370円です。 現状、差額187,139円で SBI 証券に軍配が上がります。とはいえ、楽天プレミアムカード還元率1%を使うとか、楽天モバイルなどその他楽天サービスをフル活用するっていったことが可能なら SBI 証券を超えるポイントを稼ぎ出すことも可能です。今回の還元率改定は素直にありがてえって評価すべきかなと思いますね。以上、参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。 日本最大級のお金のコミュニティ、リベシティも運営しています。今日のような最新の情報も飛び交ってますので、興味のある方、動画の概要欄からチェックしてみてください。今日が人生で一番若い日です。最近、金融周りのサービスは、競争、進歩が激しいですね。新しいニュースで重要なものがあれば、タイムリーに解説していきます。全部100点を取る必要はないですが、赤点は取らないように注意していきましょう。こういうのは、やってるかやってないかが大きく差を分けます。70点でも80点でも OK ですね。 ということで、これからもしっかり学んで行動して、j で n チャンネル行きましょう終わりたいと思います今日もありがとうございました物事はトータルで考えようそれでは今日もいい一日を気をつけていってらっしゃい